U15W 杯日本7-6プエルトリコ決勝25日日本時間26日コロンビアバランキージャ侍ジャパン岩田博和監督49率いる U15 日本代表が激戦を制し初優勝を収めた初回に先制されながらすぐさま逆転3回に再逆転を許すものの4回に再々逆転する乱打戦となった 3点リードから一時は1点差にまで詰め寄られながら、最後は逃げ切った若き侍。日本にとって福島で開催された16年大会以来2度目の決勝進出で、井端監督は負けた試合も教訓にしてここまで来ることができました。総力戦だと思うので、全員の力で勝ちたいですと望み、ルーズベルトゲームで世界の頂点に立った。